クッキーマンシアター、目ギュルンギュルン、すごいな。はい。奇跡的に鼻の位置で止まった。はい、今回ですね、こちらクッキーマンシアターっていう海外の新作のホラーゲーム実況していこうなと思うんですけど、なんかね、あのバンバンガーデンとかポピープレイタイムとか、そんな感じの雰囲気あるホラーゲームですね。では行きましょう。プレイ。可愛らしいキャラですが、あー、いい雰囲気。うん。すごいのいる。頭どうにつってんだこいつ。はい。これ主人公がとあるキャンディー工場、お菓子工場ですね、に閉じ込められてしまって、そこから脱出するっていうホラーゲームらしいです。はい。なんか主人公の親しい人がここの工場に閉じ込められてるっぽくて、主人公助けに行ったのかな。はい。どういう展開になっていくんでしょうか。うん。これ綿飴かな。かわいいね。こっちは質感とかでも、ふんや、べきやち、母国語出ちゃいましたね。はい。ちょ、興奮するとね、僕、ネイティブな母国語出ちゃうんで、申し訳ございません。うん。クッキーは何もできません。これ、テーブルか。はい。あ、これ、下の足さ、マーブルチョコっぽくなってる。かわいい。椅子もだ。すごいね。なんか、ちょっとだけ、チャーリーとチョコレート工場感ない?あるよね。うん。あれ?とんでもない暴君に出ましたか、僕。はい、あれ何?今までキャラっぽかったけど、急にこれ何?微生物がいる。はい。ちょっとこのキャラに限っては脇毛と膝毛ボーボーだし。なんやねん、この場所。うん。この工場から早く脱出したいね。主人公ライト持ってるっぽい。ジャンプは?ジャンプできる。これ登れるかな?いけぬ。走ることもできますね。はい。アイテムはこの辺ないかな?じゃあ逆側の扉行きましょう。はい。カチャリ。雪だるま待って。ああ、かわいいなぁ。この感じ。うん。ちょっとこのクッキー、ゾッとする。そう。俺ね、集合体恐怖症なのよ。マジで、かなりね、強い、重度な、やつなの、俺。スマホのカメラ無理だし、このクッキーのね、この丸も無理。はい。はい。テンシン、テンシン、プレンシン、イェイ。素晴らしい。英語の発音。なんか BGM なくなってない?なくなったよね。なんで?はい。ショップ。なんか動いてる。なんだあれ?こっちすんげえのいる。気持ちが悪い。うん。てかこれモンスターかな?大丈夫?これ襲われない?大丈夫だ。人形か。はい。コントローラーがありまして。あ、取れる。ほう。ロボットコントロール。うん。ロボット、あ、これか。はい。これは?あ、これがさっきの微生物の人だ。来んな、来んな。やめろ、お前。ベロがベロベロってなってる。かわいい。おかしいね。トリッキーな動きしますが。はい。ロボットを動かす。え、動かないよ。ロボット、ロボット。うん。はい。これ人形があって。これ主人公はさ、当たり判定ないんだね。うん。止まった、こいつ。あらま。死にましたね。どうすんだ。あ、これでここを押すとか?いや、でもロボットじゃないよね。ちげえわ。はい。これ押したらここが開くの?多分そうでしょうね。バーイングゲームスメイクミ。これ何?この雪だるまが、なんか言葉、なんかゲーム買うとさ、一人じゃない気がするみたいな。そんな発言してるっぽいんだけど、50% オフ。はい。なんか一瞬ロブロックスに見えた。ロボッツ。こっち側が動くかな?動かない。無理ね。はい。なんで君動かないの?あ!ちょっと待って。一つ気づいたことがある。このね、ゼンマイが、この子にはついてない。ってことはこれ、どっかでゼンマイが落ちてんのか?はい。コントローラー持ち帰られるんだ。うん。あ、待って、あった。これや。お前いつまで食ってんだよ。いい加減くたばれ。で、取れた。この子を、こっち側のこの 50% オフロボットに、つけていきましょう。あ、来た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 。うわ、びっくりした。急に来んな、お前。どうすんの、これ。ああ、なるほど。クリックで指示すんだ。はい。動く動く。やつを潰せ。行くんだ、ピカチュウ。行け、ピカチュウ。潰せないね。はい。レジギガスでも無理だ。じゃあ、こっち一回行きましょう。ほら、おいで。これでどうすんの?うん。これで、この子に指示出すとか?あ、そうだ!いいっすね。雰囲気楽しいよ、俺。はい。いる?何やれ?はい。てか、
さっきの脇毛ボーボー膝ボーボーのキャラがこれ化身化したの？どうなんだろう。行くんだピカチュウ。ほら、やつはどうせ隠れる。うん。ほら、影も一瞬で消えたな。パッつって。はい。はい。雪だるまは言う。うん。これ、小田犬はうるさいっつってんね。失礼しました。はい。雪の時間楽しめと。そんな感じかな。あ、記者あるわ。ポッピー。うん。これ何？はい。あ、いけるいけるいける。うわ、すごい広い。うん、君も来るんだ。で、キャラクターがいっぱいいて、で、こっち側に記者があって、はい。マンティンサービス。これから、なんかこう、作りとっちになるのかな？この、記者が出来上がるまで、ここで置いておきますよ、みたいな。こっち行けないよね。うん。記者なんもない？あ、ジャンプできねえ。いけねえわ。なさそうね。じゃあもうここから行きますか。ではでは入っていきますよ。うわー、待ってこれ。より一層チャーリーや。出てくるかな？橋細。うん。この川の長さに対して橋の幅細。一人がギリギリよね。入れないな。さあ、まず橋を渡って向こう側を渡ってなんかすんのかな？では行きましょう。うん。アメちゃんがあって。これさっきまで扉だったよね。こっちおいで。ロボ。来るかな？お、しっかり来るね。やるじゃない。はい。で、次これ川に沈められるかな？やってみましょう。行こうとするんだね、一応。で、次は、どうするんだ？うん。向こう側のトンネルかな？ここ行くっぺーな。うん。あ、トンネルっていうか、ここか。ほら、そこ頼む。行っちゃってください。はい。歩幅がすごいな。一歩進むだけでちょっとホバー移動してるからね。いいな、そのホバー補助。俺も欲しい。うん。何してんの？チョキチョキじゃないよ。何もしてくんねえ。ぶっ飛ばすぞ。あららら。また暴君小田犬が出るってことだった、今。てか、この赤い線を辿ればいいの？うん。赤い糸。この赤い糸の先に何があるんでしょう。僕の運命の人いるかな？うん。いたわ。うん。てか、これレバーどこにあんの？絶対動力ないでしょ。はい。あ、これ自分で下げるのね。ロボット、こっち来なくていいよ。そうそうそう、そっち。すごい。これ結構遠くまで反応するわ。これで開くんじゃない？はい。来た。では行きましょうか。はい。ロボットちゃん行くわよ。さあさあさあ。来るかな？うん。手形があって。はい。なんで一個だけ上にやったの？全部まとめてよ。ではでは。はい。おっと、右側からなんか落とするぞ。閉まったのか。こちらで。ああ、だだだだだ。えらいよ。はい、行きましょうか。はい、何これ。すんごいのがあるよ。どうしようか。はい。わったわざ。待って、これ。これ、ガーデンオブバンバン的なギミックだ、多分。あ、やっぱり変わる。さっきあったよね、この絵。マジか。でもなんとなく覚えてますよ。これ真ん中は確かこの微生物で、で、両サイドに緑と雪だるまがいた気がする。そう。いや、違うわ。緑と、クッキーだ。そう。こっち側に緑で、こっちにクッキーだった気がする。で、両サイドが、多分違うやつで、うん。こっち、端が覚えて、あ、いけたわ。これでいいんだね。はい。すごいな。今日も相変わらずね、脇と膝の毛ボーボーや。さあ、このなんか、炭がパシってなってるところの先に何があるんでしょうか。はい。一瞬炭の中に何か見えた気がしますが、気のせいかな。ほら、こっちおいで。そう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 。はい。ではでは、この子をこっちのボタンに誘導して、頼むぜ。いつかさ、このロボットも、なんか電池が切れちゃう。うん、びっくりした。故障しちゃうとかあるのかな？どうなんでしょう。電池じゃないもんね。さっき電池一瞬言いましたが。ほら、こっちで。ゼンマイを巻いてあげるからさ。ヘンダーランドのトッペマみたいに。では、この、あ、あったね、向こう側にも。頼む。私は、ちょっと待って。お前も逃げんのかよ。あ、やられちゃった。ダメだこれ。めっちゃ早い。ちょっと、なんでさっき、わ、え、ちょっと待って。早くないっつ。一瞬でこれ来るんだ。
なんかトリガーになる場所があるのかな。一歩動いた瞬間が来たね。はい。こっち、あれでも来ない。これで、向こう側行って、行かないね。なんで？もう逃げた方がいいのかな、これ。違う。あっち行って。そう。俺先に今回逃げるから。お返し、あ、来た。すげえ怖い。うわ、早っ。やべえ、あの動き。逃げろ。これ大丈夫かな、間に合う？編集長待って、追い越さないの、お前。早いね。早く。ジャンプもやって、あ、ボタンがあるぞ。そして運命の赤い手も。こうなっちゃうんだ。落ちたよね、彼。あれ？ほら、行くわよ、こっち。おいで。うん。彼にはね、おとりになってもらっても、なんか、弾かれるんで。さて。おいで。エレベーターか、これ。うん。あ、開いた。これ一緒に乗んないとダメなんじゃない？何階に行こうかな。はい。じゃあ彼を待ちながら、2階で。うん。全然待つ気ねえ。はい。あれ？何これ？はい。うぅ、いる。どうなっちゃったの？あ、終わりか！なんであいついたの？今のロボットがエレベーターにいたのが一番ゾッとしちゃうね、このゲームで。はい。ということで、デモ版なのかな？また新たに出たらやっていきましょう。はい。では、お次のゲーム行きましょう。はい。お次は、マイ戦、実況していこうかなと思います。行きましょう。これはなんかね、はい。バックルームみたいな不思議な空間で、宇宙人が追ってくるホラーゲームですね。うん。宇宙人か。なんかね、フリスビーにしか見えませんが、これ。これひょっとしたら主人公はこの UFO に入ってんのかな？急にリアルだな。さっきの UFO が嘘かのようなリアルさ。あ、始まりましたね。はい。では行きましょう。あ、でもちょっと可愛らしい絵か。ここ開かない。これいじるわけではない。あ、待って。誰ですか？はい、どこ？扉。あ、ここ？え、ねえ、どういうこと？あ、あれか。主人公は家にいて、家の周りに宇宙人がはびこってんのかな？かもしんないよね。はい、バールのようなものを取って、次は、これ何？暗すぎて見えねえな。はい、あ、こっち側にもなんかあるぞ。飲めるんだ。え、ねえ、これ。どういうこと？すっげえ飛ばすじゃん。何？怖いよ、曲。え？どうすんの？はい。バールのようなものを取って、その後こういう BGM が流れて、何をするんだ？あ、なんか静まってったよ。はい。どうすんの？わかんねえ。これ荷物をどかしてどこかに、なんか正しい荷物というか、あるのかな、アイテムが。はい。あ、てかバールがまた落ちてる。取って。これどこで使うんだ？はい。無理だね。ここに使うこともできない。持ち帰るのか。はい。よし。はい。ちょっともう一回やり直してます。したらね、散らかりすぎてこれが見つけられなかった。お片付けって大事だね。これで剥がして、うわあ、なんかいける。はい。閉めるな。はい。こう降りていけばいいの？他、ん？何台？なんかいた今。あ、電話鳴ってる。これか。出ていきましょう。よっせ。はい。一応電話出ましたね。で、懐中電灯もあるっぽいんで、これも持っていくのかな？よし、行きましょう。オンオフはできないっぽいね。では、降りましょう。あれ？よし。はしご使え。そしてバックル。うわっ！走れない。なんで？でかいっすね、あんた。ダメだ、これ。エンディングは。これどうすんの？声引く。さあ、来ました。なんか言ったぞ、今。ん？てか、これね、起動時はね、電話とかなかったよ。さて、降りていきましょう。うん、橋を全然使う気ないな。あっち側から来たよね。はい。じゃあ、こっち側行きましょう。あ、さて、こっち側か。暗闇行くと、あ、でも行けない。見えない壁がある。なんで？いや、無理でしょ。こっちか。はい。でもこれ走れないのよね。どっち行けばいい？
無理やろ。さあ追ってくる前にさっさと行っちゃおう。これ何切れるでしょ多分。あー電話ある。そしてバールもこれ取って。はい。あ来ない。はい。はい。だから主人公寝てるみたいな感じのこと言ってる。さっきも紙に書いてたよね。あれどういうことこれ。ループ系かな。はい。なんか死んですぐこうループに入るとかもわかるけど、今回エンディングなんちゃらとか書いてないもんね。これループなのか。電話かかってくる。懐中電灯取る。でもここで懐中電灯反映されてないんだよね。はい。バール取って、どうすんのこれ。うん。戻るのかな。やつ消えたし。はい。あー、なんか変わっちゃうね。でも電話出ないと死んじゃうでしょ。どういうこと？これで合ってる？はい。また宇宙人が来ると思うんで。電話出ずに、じゃあ待ってみましょうか。どう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 。あ、来ない。え？これでいいのか。電話鳴らして、また別方向行くみたいな。で、行けなかった場所が？行ける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 。次どうすんの？うわ、新た展開。来た。あの電話出たら、この現実世界に行ったり、バックルームに行ったりみたいな感じの行き来するゲームなんだ。あー、面白いじゃない。では Please, wake up. どんだけエンディングあるんだよ。ダメなんだ。え？すげえ雨降ってる。ほら、雷も鳴ってるもん。だけどすんげえ星綺麗。電話出ずにここで待ってたらどうなるかな？あ！エンディングになった。これで懐中電灯持たずにじゃあ降りましょう。はい。ではでは。持っても持たなくてもね、関係ないから。え？どういうこと？おかしいよ、なんか。はい。でも、多分今のバグだよね。これでまた戻って、これすり抜けんだよな。奈落だ。こっちかなんか見えるかな。見てはいけないものを見てさ、進もうよ。向こうは別のエンディング。じゃあ、こっちか、いけないね。こう、暗闇は？でも、こっち側から宇宙人来たんだよね。もういねえわ。でも、この板外したら、またエンディング入っちゃうから、戻んのかな？これ、外して戻るとか。どう？あ、終わんないね。違うとこ行けるようになったか？はい。そして、またこれ電話のとこに戻るとか。どうでしょう。ああ、でもなるね。出るか。いや。またさっきと一緒だ。どうすんだろう。はい。あ！いや、もうわかんねって。どういうこと？あ、てか、これコーヒー飲んでいくとか？うわ！変わった！覚醒してる！この状態で、1S！ どうや？変わんねえな。コーヒーは関係ない。ん？なんかバグったか今。なんざんしょう。これ一応さ、ゲーム続いてんのかな？もう一回そこの板を壊してくぐってみますよ。エンディング後だったよね。はい。いけるかな？あー、これなんだろう？どうやっていくんだ？今コーヒー飲んだんですが、他にほ、おい！これ開けたら、懐中電灯が現れるんで、これ細かいところ見ていきましょうか。はい。なんかあるかな？ないね。こっちか、なんもない。いや、ねえか。はい。コーヒーが2杯あるね。はい、終わっちゃった。とりあえずコーヒー1杯これ飲んで、覚醒する。これ酔いそう。ちょ、みんな酔わないように気をつけて。危ねえ。これで懐中電灯取って、こっちか。あれ、なかった？あ、なんか書いてある。はい、次や。あれ、コーヒーこの辺に見えたけどね。どこ？こっち側？あった。これや。あ、飲めねえ。一杯飲んだらこれもうすぐ飲めないんだ。はい。一応ね、これ時間を置いてコーヒーを2杯飲んでみました。そう。一回飲んだら冷めるじゃん。で、これ2杯飲んだ状態で行くとどうなる？はい。一応これ持っていきますよ。さあ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 。どうだ？なんか変わるかね？変わらない。どうしよう。待って、コーヒー3杯ある。はい。あ？なに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 ？足長っ！はい。あ、終わっちゃった。
エンディング2。待って、これエンディング4わかんない。どうすんの？多分1から3、そして5回収してるんで、あと4しかないよね。ひょっとしたらさ、これ全部荷物を下に落とすとかかもしんね。一回電話出て、はい、行きますよ。はい、懐中電灯照らしながらこれいけるか。落としていくか。変わるかな。いや、これ無理だ。満杯になっちゃった。これは違うのね。はい、これでどっかに飛ぶとか、荷物が。違うね。どうすんの。はい、閉めて、わかんねー。はい、ちょっと調べたんですが、なんかまだね、情報があんまなくて、そう、全然わからん。早くやりすぎるとね、こういう情報が全くないっていう現象が起きるんで、はい、最後すげえ荒ぶったね、今。はい、ちょ、4番気になる方は皆さんダウンロードして遊んでみてください。はい、ということで2本実況しましたが、いかがだったでしょうか。両方ともね、可愛らしい感じのホラーゲームで、うん、皆さんどちらがお好きですか。うん、なんか1本目はあの、バンバン的な感じのゲームね、なんかこれからどんどん出てくると思うよ、また。ああいう系のホラーゲームまた出たらやってきますね。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。